東京大学に進学を決めたのは実家から近いっていうのもあったけど、理系大学では珍しく英語の学習施設シルクがあったことが大きくて、これからの国際社会を考えたら必要かなと思いました。ナノサイエンス学科は科学全般を広くて多角的に学べるっていうのが魅力で、施設も新しくいろんな測定装置が充実しているから研究に没頭できる環境なんですよね。この学科はグループ学習が多くて、同級生たちと先輩たちが協力、手助けをしてもらいながら学べるといった縦と横の強いつながりがあるところがいいですね。今私は高人性セラミックスの研究に取り組んでいるんですが、焼き物で使われる通常のセラミックスは衝撃に弱くて、この欠点を克服するために破壊に対する抵抗力を持ったセラミックスの研究を毎日行っているんです。この研究テーマで私は来月東京で行われる日本セラミックス協会主催の研究発表会に参加します。この発表会には東京大学をはじめとする有名な大学の学生も参加しますが、私は私立大学の良さでもある充実した設備とのびのびとした雰囲気で思いっきり研究できるといった強みを生かして頑張りたいと思っていますし、今は緊張というよりも楽しみたいという気持ちの方が強いです。彼女は無機化学の分野で一生懸命研究している学生さんですけども、自ら論文を書いて英語で発表もしてみたいというふうにも言っている非常に将来有望な学生です。研究はこれからも続けていくために大学院進学を考えているんですが、今後のさまざまな研究を通じて将来につながっていければいいなと思っています。